社会安全学部では文系理系関係なく幅広くいろいろな視点で学ぶことができます。私は総合防災減災学分野を学ぶ奥村研究室に所属し、巨大災害の発生を見据えた避難所の環境改善について研究しています。今後南海トラフ巨大地震の発生が予想されています。この災害の避難者数は最大950万人にも上ると言われています。そのような中で私が着目したのは、厳しい避難生活の中で亡くなってしまう災害関連死です。肉体的精神的疲労が原因となる関連死は日頃の対策により減少できるという点に気づきました。例えば冬場に南海トラフ地震が発生したと仮定して、避難所を温める灯油の量を推定したところ、効率のいい業務用ストーブを用いても約576万リットルも必要だということが分かりました。この膨大な量を備蓄供給するための具体策を灯油巡回サービス企業と共同で研究しています。平時の会社の強みを生かし、災害時の社会のニーズにも応えられるビジネスを展開する民間企業が増えること、それが将来日本が災害に強い社会に発展するために欠かせないことだと考えています。防災減災は普段の備えが大切です。そのためには専門家や防災意識の高い人だけでなく、企業をはじめ一人一人を巻き込んでいくことが重要です。多くの人が安全安心に暮らせるように、私の学んだ知識を役立て災害の被害軽減に貢献していきたいと思います。